卒業しても僕らのつながりはずっと。え？ずっと。え、泣くの？先生変わんないわ。ドコモのロング学割、22歳までずっと割引。ずっと。モノマネやめて。誰も君に未来を送ることはできない。なぜなら君が未来だから。卒業しても僕らのつながりはずっと。え？ずっと。え、泣くの？先生変わんないわ。ずっと。でも私たちもずっと変わんないね。うん。ドコモのロング学割、22歳までずっと割引。ずっと。モノマネやめて。3、4、3。未だ来ないものを待ちながら人は作っていく。誰も君に未来を送ることはできない。なぜなら君が未来だから。はい、カットです。ストップ。急すぎ。誰発信か。みんなこれから別れもいっぱい経験するでしょう。だけどこのつながりは未来までずーっと。未だ来ないものを人は待ちながら作っていく。誰も君に未来を送ることはできない。なんで？はい、ガット絶対なく。泣くんかい。泣きます。ありがとう。泣きます。今日はみんなへ未来へと行くし。私たちの時と同じだ。スタート。ずっと。どこまでやめて。はい、カット。卒業。小学校、中学校、高校ですね、私は。全部参加したのね。ああ、参加したの。うん、でも大体の人そうじゃないですか。あの大学行ってないですよっていう話です。あ、そういう話ですね。あ、なるほど。私もそうです。はい、私中学校かもしれないですね。中学校ですか。はい、あの中学校はあのその後に高校で上京したので、あのみんなとのお別れっていうことで、ちょっとしんみりはしましたね。そっか、中学が終わってそれを境に出てきたのもね。そうです、そうです。あ、でも高校まで、私高校まで福岡にいて、じゃあ高校は逆にはちょっと気持ち困りました。困りました。なんかそれこそお仕事をして学校に行くみたいな、その生活を、まあ、どっちもその福岡に帰ってっていう風にやってて、まあ、忙しくはさせてもらってるけど、行事ごととかは参加できなかったわけ。もちろんさ、修学旅行とか、はいはいはい、体育祭とか、そういうの参加できてないんだけど、卒業式の日も行けなくて、お仕事で。なんだけど後日別の日に卒業式をしてもらって、そこに友達が卒業したんだけど制服着て会いに来てくれた、学校に。いや、エモかった。なんか仲良くちゃんとし、みんな仲良かったんだね。すごい素敵、ね。卒業式って泣くタイプだった？目からから。目からから。その表現やめなさい。で言うと、私あの高校はの卒業式行ったんですけど、ちょっとその期間あの学校ギリギリ卒業っていうのかかってて、ちょっとなんか夜寝れなかったりとか、結構朝早かったりして、ちょっと貧血気味だったんですよ。で高校の卒業式あの途中退場しまして、ちょっと体調がやっぱ優れなくて立ってられなかったんですね。でちょっと少々受け取らずに帰ってしまったんです。で後日学校に行ってちゃんとこう渡してもらった時があって、その時はちょっと嬉しかったですね。一緒だね、後日っていう。そう、ちょっと一緒だなと思いながら、ちょっと人が足りなかったなと思いながら。人が足りなかった。私も来たの、別に2000人ぐらいよ。あ、何人かよ、そのみんなクラスみんな来てくれましたみたいなことじゃない。あ、じゃなくてそうね。けどみんな会いに来てみたいな。ちょっと似てて嬉しかったね。いや、そうですね。なんか、まあ、コロナ禍でこう大変でこう卒業式とかもできなかったりとか、まあ、成人式も、ね、中止になっちゃったりとか、まあ、すごい大変な中だったと思うんですけど、それでもやっぱり学生の皆さんって、まあ、リモートであったりだとかお家で勉強したりだとか、やっぱりこう社会に出るために、
頑張ってたと思うから、なんか自分たちが恵まれてたんだなってすごく思うし、なんかそんな中で卒業していく皆さんにはより頑張ってほしいなって思うし、なんかそういう人たちに私自身も勇気をなんかこうもらえるというか、だから頑張ってねっていうよりは一緒に頑張っていきたいなっていうふうに思いますね。はい、そうですね、まあ、本当にこう大変なことを今年の卒業生は特に乗り越えてたんだなって思うんですけど、だからこそなんかその乗り越えた強さっていうのは絶対にあると思うので、まあ、こう卒業式、まあ、嬉しかったり寂しかったりっていろんな思いをそれぞれ抱えてると思うんですけど、まあ、一つこう一つ区切りによりもっと羽ばたいていっていただけたら素敵だなと思います。応援しています。それでは CM をご覧ください。